今日は入場するの見たら帰りますいただきました。どうしたんですか？スキネッチもらいました。スキネッチさんがこれ貼りました。あの和菓子です。和菓子？和菓子です。嬉しい。なんか高級な和菓子を。ありがとう。夏にいいですね。いただきます。朝まで、俺らも朝までやってるんですけど、前田さんも朝までいる。自分でそうなのか。ハゼチとマージャンズ。今日のテーマは今日のテーマ。今日のテーマ。あ、帽子持ってきたの。よっと。あ、ちょっと。言ってあげてよ。帽子を忘れないでって。帽子忘れたの？あかんよ。頼む。頼む。みんななんかすごい。じゃあ今日は普通にやりましょうか。次回でね。次回歴の浅い専業編だね。うん、で専業あるあるやったらこれメゴ姫があるで。あ、メゴ姫なんだ。専業あるあるやったらこうメゴ姫行きがち。そうだね。こういう日に行かないでしょ。あ、そうやな。こういう日に。いや、なんか普段の日で変なワンドがあるからな。俺たちの抽選が今始まる。中本さんもう27日じゃないですか。48.5万。今日何人ぐらいですか？今95で一応。95。ありがとうございます。95人。95名様。95名様中私33番でございます。さっき島津があそこにね置いてあったので写真をちょっとね撮ってきて見ます。それを見ながら考えるで。結構変わってるね。うん、もうね随分なりますからね。あ、でも絆の配置は一緒や。そうだね。エウレカと反逆が最新大って。北斗どこ？これか。え、こっちか。テンションがいいな。まあ、でも6号機って考えるとこの列じゃん。確かにな。それかこれよ、ここよ。うんうん、あ、そっか、リゼロ。あ、窓通がでも6号機じゃないで。あ、本当だ。それで言った、あ、こっちは、あ、じゃあわ、あ、サラバン2こっちにおるやん。あ、星の好きな C2 やん。 DU って何？ディスクアップでしょ。あ苦手やから。ほんまやな、ほんまや、今日も女性。 DU って何？ディスクアップね。え、うそやん。え、ほんちゃん、じゃ、どうしようね。だからでもやっぱメインフロアってやっぱここなんでしょ。 この間強かったところ、うん、そやな。そっから行った方がいいんじゃないの、うんうんうん、33だったら何かしら取るんでしょ。天照の島です。天照の島だと思いますよ、うんうん、多分行きたいですね。一番この間も一番強かったから、そこは。そうやな、うん、方がいいな。こっちもねちらほら入ってる感じしたけどね、うん、明らかに、ね、そこだったもんじゃん。2時ぐらいまで誰も座ってなかった。そうやな。あの時消しコースでだいぶ悪かったんだね。今結構、そう、まあまあ打てそうな感じですかね。ショートとエウレカとか、そう、メゴ姫はあれですけど、うんうん、だからなんかここにね機種構成をちょっとそれっぽいのを固めてきた感はあるもんね、うん、そうなの、うん、でももしだったら平鏡とかでもいいんだよ。この間強かったでしょ、ね、うん、2台5、6角出てるからさ、うん、そうやった。サラバン2もあるしな。
あー、でも聞こえてんねんな。ん？あーあーあー聞こえてるわ。あ？うん、聞こえた。聞こえた。うん。カイジさんにいただきました。今日は服も南こっち側のカイジ。ちょっと見えへんかな。自転車に乗ってるから。南こっち側のカイジセット。今日のテーマは南越谷のカイジですよし、はい、というわけで、本日ね、朝一抽選参加人数様が95名様ほどね、いらっしゃいまして、私の抽選番号は33番で、モンキーターンが取れましたな。モンキーターンやで。そう、モンキーターン。ほんでな、やっぱりここの列は人気者よ。そう、もうみんなな、そう、テンションやろ。で、モンキーターンはもちろんエウレカね、増大しはった最新大のエウレカもやし、ほんでね、右隣、左隣のセイントセイヤ SP な、これももう全埋まり、もう全埋まりよ。なんしかもメゴ姫ももちろん全埋まり、うん、エヴァもやな、エヴァ、新しいエヴァ、うん、もう全埋まり。よし、ちょっとな、やっていこう。でかいっていうのがいいわ。おら、あれ？あ？なんか5ゲームで次回予告出てきてん、今日。なんか5ゲームで次回予告出てきたよ。ちょっと岡辺先生どこ行ったん？はい、岡辺先生がやってきた。はい、ね、5ゲーム、まあ、この液晶中では4ゲームで9曲目という、この中段チェリーのね、9曲目というね、この公約確率9曲目16384分の1のをわずか4ゲーム5ゲームで引きました。あーいじゃあちょっとやってくるで。ありがとう。よっしゃー、はい。うわー、かっこいい。4ゲームで9曲目引いちゃったよ。16384分の1。はあ、ついにここまでたどり着いた。やべえ、緊張してきたぜ。わしも緊張してきた。いや、でも楽しみの方が強いな。大丈夫だ、大丈夫だ。え、これ究極目引いたら感想とかなんかな。やっえ、これ9曲目弾いたからさすがにいけるやんな。
ございます。よしよし、あ、なんかあれよ、なんか多分これラウンドも関係あるやつやもんな。じゃあ、こっちにしよう。あちらをご覧ください。これ究極目引いたらな、あんなあれか、乾燥する系か。これ2番人気、あ、変わらん。さあ、全体横一線の木、さあ、ハタロ勝者、レースを楽しまな、さあ、ハタロ勝者、当たる。さあ、トップは現在第1位、究極目これで終わりか。復活するやろ。え、星の強し、ベテランの技見せたるわ。星の16384分の1、こんなんな、200枚ポチで終わってんきゃ。店内はね、前回がね結構一列良さそうっていう、6号機のところがね良さそうっていうことやったんですけれども、今回はそう、末尾7と末尾0、もう昼頃までは末0やなって言ってたんですけど、どうやら末7も怪しい、設定5以上確定のやつ、555か、そうそう555の絆のね出たそうです。
行けたらよかったね。